はい、8章、はい、読めないですね、はい、なあ、あれ火事になったもんな。みんな大丈夫やったんか。で、伊藤のおっさんはどうなってん。小次郎と伊藤のおっさんどうなったんや。はるかどこ行ったんや。よう、ひでえありさまになっちまったな。なあ。ああ。板倉とそのお付きの連中だけが死んだらしいじゃねえか。あ、そうなんや。みんな大丈夫やねんな。ん？その顔だとお前さんの目的は果たせなかったみてえだな。せえねん。はるかがすねぼうなってんねん、ちょっと。なあ。ん？この騒動で店、鶴屋はどうなっちまうんだ。そうや、みんなプーなるやん。なんか言ってくれや。店が火事になっただけならまだしも、客として来ていた京都女子大が店で死んだんだ。うん。役人たちも黙っちゃいないだろ。それなら心配ねえ。そうな。どうも幕府の連中は今回の一件闇に消すらしい。悪い奴らやな。え？どうやら板倉が祇園に来たっていうことは幕府内でも極秘なことだったようだ。あ、そうなんや。おそらくそのことを知ったおかみがうまいことを幕府の人間と手打ちでもしたんだろう。店の修復も裏で幕府が面倒を見るってことになったらしい。そうなんや、よかったやん。おかみが。おかみボロカス言われてたからな、ほんま。かわいそうに。まあ、祇園一のやり手おかみって呼ばれるだけのことはあるな。そうだな。まあ、かわいそうなぐらい言われてたもんね。それはそうと、伊藤さんの方はどうだ。そうや、どうなったの。問題はそっちの方だ。今、俺の馴染みの医者に見せてはいるが、まだ意識は戻ってない。ああ、そうな。怪我の具合は。肩から胸にかけてバッサリ。医者に言わせると、自力で火事場から抜き出たことが不思議なくらいらしい。そうなんや。そうか。まあ生きてんねんな。まあ、幸い、急所は外れてるみてえだ。うん。さすが天下の伊藤一等斎って言ったところか。すごいね。まあ、奴のことだ。そのうち目を覚ますだろうよ。ああ。それよりな、キリン。うん。伊藤が気を失う前、おかしなことを言ってたんだが。何ですか？おかしなこと。ああ。奴は新影ってな。奴は新影。奴。小次郎のことか。新影ってなんだ。なあ。おい、声がでかい。俺にも意味がわからん。新影。それより、おかみがこっちに来るぞ。大の男二人が何こそこそ話してんねや。おかみをなあ、ボロカス言われてかわいそうやったけど、お前元気あるんやん、めっちゃ。おお、大変だったな、こんな目に遭っちまって。おお、金屋行ったりや。うん、なんか怪しいわ言われてんな。おいや、思いっきり怪しいこと言ってたやろ。何や話って。うん、何やもんね、ちょっと待って。うん、はいよ、はいはい、気をつけてな。うん、話を聞こうか。うん、あ、はるかや、鈴の音聞いてね、ちょっと様子変やったからね。うん、おう、ああ、うん、なんかあったのか。いや、鈴やろ絶対。ああ、うん、あんたと吉野の時に、ああそうやね、ようなつってもんな。どこおんの。うん、あ、いいよ。
はい、はい、じゃあね、ちょっと向かいたいと思います。ここかな。はるか呼んでこいや、おい。うん、せやで、ほんま大変やったわ。うん、呼んできて早く。うん、はいよ。うん、あ、よしのやん。うん、なんで来へんの、なんで。あ、だね、相当やって。はるかが会いたくないってどういうことだ。鈴やね。なんや、鈴がどうこうって言うてたけど、よう分からんわ。鈴？刀の鈴や。あの子、ふさぎ込んだまんま誰とも口聞こうとせえへんねん。うん、まあ、あんな事件の後や、無理もないんやろうけど。なんか言えや、キリュウ。どないすんの、このままほっとく。いや、どうしても会って話がしたい。うん、お前、なんとかハルカを連れ出してきてもらえないか。まあ、できんこともないけど、ちょっと時間かかるやもしれんわ。そうな。わかった。ちょうど俺も今から出かける用事がある。うん。それが終わったら、また顔を出す。まあ、やるだけやってみるわ。頑張れよ。おハルがこのままやったら、亀の屋さんにも迷惑かけてまうやろし。うん、すまない。ほな。花屋ね。はい、じゃあ花屋の屋敷行こうか。はい、花屋のとこに来ました。はい、ここ入ったらいいんやろ。修行はせんぞ、修行は。あ、はい。お、せやで来たよ。話してないね。うん、ああ、実はお前じゃない宮本武蔵についてまた妙な情報を聞きつけてな。ほう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 。どんな情報だ。このところ宮本武蔵が宝蔵院に来るって噂が広がってるらしい。知らんかった。宝蔵院、わからんかった。宝蔵院といえば、読まれへんかった。あの奈良にある。奈良にあるんや。そう、あの槍の宝蔵院だ。あ、そうな。先代の当主陰影から伝わる宝蔵院流槍術で有名なあの名門寺院だ。宝蔵院。でもどうして武蔵が宝蔵院に。吉岡に来へんぞ全然。また道場破りをするって話なのか。いや、そうじゃねえ。武蔵が宝蔵院の武術会に参加するって噂なのよ。そうなんよ。武術会。わしも出ろって呼んで。ああ、どうも宝蔵院じゃ年に一回全国から剣士を集めて武術会を開いているらしい。うん、ちょうど7日後、その武術会が開催される。じゃあその武術会に武蔵が姿を現すと。そういう噂なんだ。だが吉岡道場にもまだ姿を現していない武蔵が本当に来るんだろうか。ああ、それは俺も気になってる。だからこれはあくまで噂でしかねえと思ってるんだが。うん、そうか。いかながな、ほんだら。どうするんだお前は。宝蔵院に行ってみるのか。なら遠いやろ。それしかないだろう。ほんま。ただ吉岡で待っていても拉致が開かないからな。奈良まで行くんか。そうか。でも気をつけろよ。鶴屋の一件といい、どうもお前さんの周りはきな臭くなってきてるぞ。わかってる。それじゃあ俺はしばらく祇園を出る。うん、伊藤さんのことは頼んだ。ああ、任せておけ。はい、宝蔵院か。その前、あ、はるか。ああ、そうやね、一回戻らなあかんもんね。なんか吉野が言って、ああ、ちゃう、こっちは。戻ってね、言ってたもんな、吉野が。合わせるようにするわみたいなこと言ってたんで、ちょっと戻るね、ちょっと。はい、会えると思うんですけど、どうやろうね、出てくるかな。よし、乗る。おったね。あ、よ。ああ、
うん、待ちくたびれたわ。はるか出てくんのか。ええ。あ、そうなんや。ありがとう。さあ、連れてきたで。あとはあんたらで話しや。下向いてるやん。はるか。何があったんや。鈴のこと言ってくれや。吉野、世話をかけたな。あとは、はるかと二人で話す。わかったわ。ほな。鶴屋のおかみから聞いた。うん。塞ぎ込んでるらしいな。何があった？別に。うわ、別にって言うとお前。別にってことはないだろう。あんな騒ぎの後だ。うん。落ち込むのは当たり前だ。だけど、どうして俺のことを避けるんだ？ワイのことなんで避けるんや。そこでもう一回別にって言わなあかんねん。ほんまに。やっぱり鈴か。これはこれと同じ鈴。うん、おじさんの刀についてた。どこでこれを。私の家族を殺した男の刀についてた。あの時のこと忘れないためにずっと持ってた。なんでやろうね。お前、浮世がつけてくれたあれ鈴やろ。おじさんが板倉様を。違う、板倉は丸目さんが。何よ、何か隠してるならちゃんと話してよ。強なったね。とにかく違うんだ。板倉を切ったのは俺じゃない。わ、言えない。じゃあなんでおじさんはあの時鶴屋に。いろいろあんね、大人には。やっぱりそうなんだ。違う。何？やっぱりおじさんが。お前の家族知らんぞ。おじさんが私の家族を殺した。違う、名前は一緒やけど。おじさんが、おじさんが宮本武蔵なんでしょ。だからおじさん、いつまで経っても宮本武蔵のこと見つけられないんだ。自分のことだから。切れたね。俺は。もういいわよ。おじさんなんて信じないから。おじさんなんか信じた私がバカだった。スネボーなった。はるか、下向いてる。鈴のことはいつかちゃんと事情を話す。うん、今はそれしか言えない。言われへんねん。顔上げろ。俺は今から奈良へ行く。行くわ。宮本武蔵が宝蔵院という寺にやってくるという噂を聞いた。うん、だから直接会って確かめてくる。誰が武蔵なんや。そんな嘘ついて。バレたから逃げるんでしょ。うわうわ、こいつほんまガキのくせに。信じてくれとしか言えない。でも俺は仕事の約束は必ず守る。うん、それだけ。分かってくれ。じゃあ、はい、達也に戻って宝蔵院やったね。行く準備をしよう。あ、じゃあね、ちょっと戻りたいと思います。はい、達也に着いたね。はい。お、なんでお前おんねん。帰ってきたなって。なんでおんねんって。おう、行く道。おう、そうなんや。あいよ、近鉄線行こんちゃうんか。んなもんお前。あ、だるいね、めっちゃ。で、何もそれだけでいいの。おう、はい、ほんならね、行こうか。ほんだら、一緒なら行ってこようか。はい。はいよ、奈良。はい。奈良はね、よう行きましたよ、ほんまに。昔ね、奈良、
今まだもうないんか、ならドリームランドだったんですけど、夏場プールやってたんですよ。そこで俺ね、午前中10時ぐらいから夕方5時まで飯も食わんとずっとプール入っててね、そういう思い出がある、ね、めっちゃ。これやね。はい、抜けなあかんのが、待って、喧嘩売られへんか、せなあかんな、だるいんですよ喧嘩売られたらめっちゃ。あとまあ奈良言うた大仏、大仏あと何やろうね、大仏ぐらいか。あと生駒三条、俺ね昔スポーツやってたんですよ、こう見えて。その時にね生駒三条まで走って行ったことある。あーもうええもうええ。あと何あるやろうな奈良行ったところ。都会なところと田舎なところの差が激しいですからね、めっちゃ奈良って。はい、まっすぐやね。あと奈良公園、鹿めっちゃ多いところ。あと何やろうな、それぐらい。待てこいつ誰や、まあ行ったらいいんやろ。着いたんちゃうか、ほんまにあんのかここ奈良に。俺そんなんも知らんねん。法隆寺奈良か、あれ京都やった、法隆寺やったかな。ここがなんかあったよね、宝蔵院か、平安京か。じゃあ平安京は京都か。ブッダみたいなやつおる。はい、宝蔵院ほんまにあるんかな。わ、いや、入れてくれ。先生なんかいんの？うわ、ほんまに。いや、なんかして入れるやろうけど。待てよ。誰かおれへんか？どっか。なんか、じいちゃんおる。困ってんねん。あ、そうなんや。それで、どうやって入んの？教えてや、どうしたらいいの。あ、そうなんや。金か、何やそれなりのことって。何、腕前。お、そうなんや、誰や倒した男って。はい、ここはわしの家じゃ。あ、そうなんや。お主はここで待っておれ。はいよ。誰か来んのか。誰、さっきのじいさん。さあ、ではお主の腕前を試すとしようか。着替えてきたんか。あんた一体何者なんや。宝蔵院仙台院主、宝蔵院院営。読めるか、あんな。何、絶対読めるか。宝蔵院流双日の間合い、お主にしのげるか。やってありますよ。なら、かっこいいやん。試させてもらうぞ。やろうか。やるよ。そうせやね。ああ、ちょっと。リーチ長いからさ、ちゃんと俺は、あ、この刀しか無理だよ。ああ、ちゃんと、ジジ強いな。オッケー。ああ、ジジ早い。
リーチある、なんだ、飛び込んでいっぱいの、あ、おいよ、オッケー、いいぞいいぞ、けどうにゃわざ当てたい、これやつ当てたい、ジジイお前ほんま手加減せんぞお前は、リーチあるね、出てくる、めっちゃ無理なんや、ガードできへんや、もうちょいやね、よいしょ、せいもうちょいや、ごめんな、電車ではちょっと席譲ってるから俺、ごめんやで、ほんまに、はあ、なかなかの腕前じゃのお主、ありがとう、あんたもな、当たり前じゃわしを誰だと思ってるんじゃ、お前なんぞに言われとうはない、そんなこと言うなよお前、カズマの助、なんで知っとんねん名前を、どうして俺の名を、なあ